ちは YouTube で活動してるハマーと申します。 YouTube は結構話題なんですけど、僕は黒猫山と言ってチェントを振り回した方でもオリコンチャートで1位取った YouTuber ではない方ですね。すごい下の方なんで、そこら辺を予想してくれたなという感じですね。これは僕が結構海外とか旅行とか好きでやってて、毎日1枚撮るっていう写真をそれでやってた遊びです。例えばこういうのを動画にしたら面白いんじゃないかっていうことですね。はい、で一応僕のチャンネル自体の紹介をさせていただきたいと思います。はい、一つ今メインでやってるのはこの物事の批評っていうことですね。でこれはまあネット関係の話だったりとか、例えばみんなまとめ記事とか読むかもしれないですけど、その中であってきたヘッダーで面白そうなのっていうのを僕が取り上げて、僕なりの解釈を踏まえて、まあ、説明したり紹介したり、まあ、自分はこう思いますけど皆さんどうですかっていうのを投げかけたりするようなことを、まあ、メインにやってます。で次、日常ブログですね。これはビログ、まあ、ブログってありますね。ブログのビデオバージョンでビログって言葉が造語としてあります。皆さんが、そう、あ、皆さんというかブログ書いてる人がやってみたとか、先ほどの方たちもあったんですけど、あれをまあ動画にしたったっていうことですね。それがビログですね。まあ、どこどこ行ってみたとか、これ買ってみたとか、はい、まあそうですね、そんな感じ、簡単にそんな感じです。動画投稿をしててメリットをちょっとお話ししたいと思います。まあ、メリットとしては何でしょうかね、まあ、単純に僕は楽しいからやってて、楽しい、何が楽しいかっていうと、まあ、自分の言いたいことを言えるわけですね。普通はなんか難しいじゃないですか。人間関係を気にしててなかなか自分の言いたいことを言えないことも普段生活って、だけどネットってそもそも誰も知らないから自分の言いたいことを言っちゃうんです。言っちゃってそれをやって評価されるかされないか別ですけど、まあ、言っちゃうことができると。でそれに対してすごい肯定的な意見とかもくれるんですよ。くれたりとか批判とかもすごいあるんです、僕言いたいこと言うんで。なんですけども、その辺は別に面白いのかなと。自分が言ったことが誰かに伝わってリアクションを得られるって多分、そう、すごい大切なことだと思ってて、そういうの結構生きる価値というか、まあ、人とコミュニケーションを取りながら楽しむっていう点では面白いかなと。デメリットですね。デメリット、まあ戦います、まあ戦います。死ね、帰れ、どちん、よく言われます、これ。これ言われます、皆さん。なんか成人式の時だけだと思ったら大間違いです。僕毎日言われます、これ。これですね。だから結構メンタルが強くないと凹みます。で僕の周りに結構こういう動画投稿してて凹んで投稿しなくなった人結構います。だからその辺がちょっとね、難しいところですよね。面白い、オープンな場だから面白いところあるんですけど、オープン、匿名だからこそ難しいところなんというか、続ける理由ですね。冒頭でも述べたんですけど、まあ、楽しいからです、楽しいから。楽しくて実際にこういう場、人に向かって喋る場ができたりとか、面白い人と会えるっていうのはすごい大きいですね。同じように、まあ、YouTube で動画投稿してる方とかはいっぱいいらっしゃるんですけど、まあ、交流が持ってたりとか、実際面白いことやってる人多いんですよ。表現者の人たちって人と違うことをしてて、それを宣伝するために YouTube やってる人が結構いて、そういう人たちの話はやっぱり面白いし有益、自分にとっても刺激的だし、一緒にやろうって気になるので面白いですね。だからそう、その辺ですかね、続ける理由で。僕も別に再生数、動画一つあたり再生数そんな大きくないんですけど、大きくないっつっても、まあ、1000とかいったりするんですね。1000人に自分の話を聞いてもらうことって普通ないと思うんですよ。友達いても3人ぐらいじゃないですか、頑張っても本当の友達は3人ぐらいだと思うんですけど、まあ、1000人の人に見てもらって、まあ、コメントが10、20とかの話、なかなかそれだけでもすごい価値があるんじゃないかなと思ってます。あとネットって垣根がないんで、まあ日本中、まあ、世界中の人たちとコミュニケーションをすることができる。で YouTube ってちょっと勘違いしがちなんですけど、動画投稿する場、見てもらう場ではあるんですけど、基本的には動画を使った SNS なんですね。総合的にやってやっと面白い価値があるのかなっていうふうに思ってます。だからその辺がやっぱりリアクション、自分がやったことに対してリアクションをもらえるっていうのが面白いから僕は続けているっていうことになります。はい、そんな感じです。じゃあこの辺で30分喋りすぎたんで終わりたいと思います。ありがとうございます。